い、皆さんこんにちは、写真家の藤村大輔と申します。はい、ですね、今日はですね、こちら本郷台の駅に来ております。こちらね、本郷台は、横浜からね、根岸線、 JR の根岸線に乗っていただいて、大船のちょっと手前ですね、にあります。まあ、この本郷台の駅、僕はなぜここにいるかというと、もちろんね、このここに見えます、こちらね、こちらにあるアースプラザね、アースプラザの方で写真展を開催しております。残念ながら緊急事態宣言で3月21日までの会期は全部中止になってしまったんですけれども、特別に延長開催ということで23日から28日まで開催させていただくことになりました。はい、そのね、今からこの写真展についての動画で、紹介をしたいと思います。本郷台の改札を出ていただきますと、すぐ左側の方をね、歩いていくと、もう目の前です。駅の目の前にこうロータリーがあって、ロータリーを越えて左側道路がありますので、そちらの道路の反対側にすぐアースプラザがありますのでね、まあ、来ればすぐ分かると思います。交番が見えますね。交番を越えてずっと向こうに行きますね。ずっとまあ皆さんがゆっくりと待ち合わせをしたり、バスを待ったり、ここは自転車置き場ね、自転車置き場があります。自転車置き場を、越えると左側に曲がります。左側を曲がるとですね、今ちょっと工事中ですけどね、もう見えてきましたね、目の前のあのかっこいい建物ですね。階段があって、アースプラザって書いてますね。ほら、見えてきました。かっこいいでしょ、ドーンとね、すごい建物ですね。地球市民神奈川プラザ、アースプラザですね。はい、ここで、今ね、僕の写真展を開催中でございます。はい、じゃあ渡ってみましょう。はい、ここにはね、看板がありますね。藤村大輔写真展、ハビタブルゾーン、生命居住可能領域。日付の方がね、残念ながら本当は1月からね、1月23日から3月の21日までの予定だったのが、それが全て緊急事態宣言で中止になってしまいました。で、まあ、中止になったんですけれども、ほんの6日間だけね、限定で23日から28日まで開催できることになりました。いやー、すごい建築費高いだろうな、これ。旗がたなびいてますね。こっちが本郷台の駅のもね、はい、広い広場があります。まあね、横浜市民だけじゃなく神奈川県全域の方が来られるんじゃないかなと思います。中には博物館だったりね、映画館だったり、いろんな学習施設があります。ここの中を入ると大きなホールになりますね。はい、そしたらね、ここから中に入って僕の写真展の展示室の方に行きたいと思います。はい、ここは中心のホールですね。ホールというか広場ね、すごい広いですね。天井はすごいですね。天井こんなドームになってます。すごいですね。プラザホールね、大きいホール。ここの大ホールで公演の予定でしたけれども、それも中止になってしまいました。残念ですね。はい、写真展の展示室は3階の企画展示室になりますね。3階の企画展示室で、やっております。はい、3階の展示室、企画展示室に来ました。ここにね、僕の写真展会場があります。隣ではね、世界遺産写真コンテストの入賞者の作品も並んでおります。はい、じゃあ行ってみましょう。今はね、これ録画してるのはまだね、開館していない緊急事態宣言中なので、まあ誰もいません。はい、無人で展示しておりますので、その間に今録画をしております。なのでね、まあマスクなんかもね、外しちゃってますけど、誰もいないんで、周りほら誰もいないね。はい、ここでね、今何をやってるかって言ったら、ここに今入り口があって、受付があったりします。ここにですね、まあ僕の写真集だったり、ポストカードだったり、レンズケースだったり、あ、レンズケースじゃない、ごめんなさい、レンズクロスね、レンズを拭くやつですね。拭く、くるくるっと拭いて、きれいにするやつあったりします。ポストカードね、たくさんあります。たくさんあります。まだ全部展示しきれてないです。なんですけれども、たくさんありますので、ぜひぜひ見ていってください。気に入ったら買ってください。1枚100円なんでね。
100円でそんなに高くないので、原価も、結構かかってるので僕の売り上げとしてはあんまりないですけどね、でも、好きな写真があれば持って帰っていただいて飾ってもらうなり、まあ、誰かにね送ってもらうなりしてもらえればなと思います。はい、はい、今ねここにあるのは、まずね、卓上カレンダー2021年の卓上カレンダー、本当だったらね1月から開催予定だったのでカレンダーを準備したんですけれども、残念ながらもう3月のしかも下旬になってしまって、まあ、まだね必要な方は、買って帰ってほしいかなと思います。今年のカレンダーは全部モノクロの風景ですね、モノクロ風景、来年の2月まで、ここに入ってますカレンダーでね。あとレンズクロスですね、レンズ拭き390円、安いですよこれ、これすごくよく撮れますよこれがね。はい、であとは写真集ですね、僕の写真集おなじみの世界のマガトキカメラ旅、これの写真集が今ありますので、見本もありますので見ていてください、よければご購入ください。あとポストカードね1万100円、ポストカード100円、はい、ここでねずらずらずらっとあります、このね裏側にもありますのでね。はい、今回の写真展の、タイトルはハビタブルゾーン、生命居住可能領域っていうサブタイトルついてますけど、宇宙の中にですね、限られた領域があって、いわゆる生命、命ですね、人間だったり、まあ他の生命が住める条件が揃っているところ、すごくわずかな奇跡的な場所があるんですね。そういったところのことを、まあ、天文用語って言えばいいのかな、天文学の用語でハビタブルゾーンって言うんですね。そのハビタブルゾーン、っていうところは、まあ、命が限られた本当奇跡的な、瞬間が連続してやっと生命が誕生するっていう、その場所はハビタブルゾーンじゃなければ起こり得ないというそういう場所なんです。ね、それを、まあ、今回写真展のテーマとして取り上げてみました。生命居住可能領域ですね。はい。入ってみましょう。まあね、プロフィールがありますね。プロフィールは、まあ、じっくりと見てください。ね、写真があって、まあ、僕、香川県生まれですね。こんな感じでプロフィールありますね。はい。会場入ったら、会場の地図、レイアウトの地図があります。中に簡単キャプションが書いてありますのでね、見てみてください。こんな感じでね、場所だったりとか、タイトルだったりとか、あとは僕の SNS 情報だったりとかっていうのもありますので、これ一部持って帰ってくださいね。はい。まあこんな感じでずらずらずらっとなって、ここの展示室広いんですね。まずここの空間、真ん中の空間と、ここら入ると右側の空間にもあります。はい。ぐーっとね、回り込むと、こっち側にも空間があるんですね。まあ、3つの空間に分けました。広い展示室だったんですけれども、それを半分パーテーションで分けて、半分、3分の1ずつパーテーションで分けて、3つの部屋にね、分けました。まあね、一番最初導入のところにあるのは、モン・サン・ミシェルですね、モン・サン・ミシェル。歴史的にもね、非常に価値のある、意味合いも深い場所、世界遺産でもあります。まあ、有名なモン・サン・ミシェルですね、その夜景です。左側見ると、街中だったりとか、ね、インドのこれバラナシ、これはね、街中の写真が続いておりますね。まあ、地球上すごく美しいところもあれば、そうじゃないところもあったり、すごく険しいところもあったり、厳しいところもあったり、人間が住むという意味において非常にいろんな条件が地球上にあるわけなんですね。いいところばっかりとも限らないです、人間にとってはね。でもその地球っていうのは、地球そのものが奇跡の存在であって、必ずしも当たり前のような出来事としてあるわけじゃないんですよね。その辺がこの今回のテーマになっております。まあ、最初はですね、美しい風景からご覧いただいて、ちょっと宇宙を感じるようなね写真もあります、ね、宇宙を感じるような、まあ、この写真はですね、地球というものをねテーマにしてるわけなんですけれども、宇宙の中にね存在する地球、これは当たり前なんですけども、この写真自体は地球の中に存在をする宇宙っていう、そういうイメージで撮影をしてるんですね。裏側を見ると地球上にある奇跡のような風景ですね。あと歴史、地球上に生まれて文明を持って生まれてきたね人間が文明を持ちました。その文明っていうものがどん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 発展をして、まあ現代になってね都市を形成するわけです。都市ね、都市を形成するのはいいんだけれども、どん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 と本当に乱立するビル、ね、これ美しい風景の中にも裏側にもいろんな物語が存在します。
綺麗ですよね。ニューヨークね、ニューヨークモンサンミシェルね、さっきもありました。このモンサンミシェルは星空が映ってます。これ実際はね、プリントでよーく見ていただけると星が見えてくると思うんですけど、これちょっと今反射で見づらいですね、なんですが、プリントで見ていただけると本当はいいんですけれども、まあ、ちょっとねお越しいただけるのが難しい方はこのね動画でねご覧ください。今ずらずらずらっとね急ぎ足で見たんですけれども、最初のこの壁っていうのは都市ですね、街中ですね、ウィーン、左からウィーンですね、ウィーンのオーストラリアのウィーンですね、ウィーンの街中の路面電車、インドのバラナシ、ブダペストね、ブダペストですね、これはタイですね、タイワットアロンですね、タイバンコクですね、これですね、あのイタリアですね、イタリアの世界遺産マテーラっていうところですね、非常に古い街並みです。岩窟、まあ、岩をくり抜いてできたような街並みですね。まあこれはもうね教科書にも載ってくるようなスフィンクスとピラミッドの夜景ですね。まあこちらはですね、あんまり見たことある人は少ないかもしれないんですけれども、ここ自体はブルネっていうところなんですね。ブルネの首都バンダルスリーブガワンっていうね、まあ、舌を噛みそうなようなちょっと日本人には発音しにくい地名ではあるんですけれども、そこのモスクですね、モスク綺麗ですよね。イスラム建築ってすごい綺麗ですよね。非常に美しい噴水と建築ライトアップがありますね。これはスカイツリーですね、東京スカイツリー。スカイツリーもですね、見方によっては、撮影の仕方によっては何にもない大平原の中に本当一本のろうそくみたいにポツンと立っているんですよね。不思議でしょ、大都会なのにね東京って。これシンガポールの、僕これ名前をつけてるんですけど、この写真にはね、ゴールドラッシュシンガポールっていう風にね、ゴールドラッシュ、まあ、いわゆる経済、まあ、アジア地区、世界の中心って言ってもいいぐらいの経済の中心、シンガポールね、今なってます。で、これ棒グラフのイメージなんですね。ビル自体が棒グラフポッ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 ってなってて、右肩上がりなんです。右肩上がりに経済が上向いてるような場所っていうような、イメージですね。で、ゴールドラッシュ、色も金色でしょ。横浜ね、まあ、この場所、今やってる場所はアースプラザ横浜市なんですけれども、横浜の港未来の方に行くと大桟橋、もしくはこの赤レンガ倉庫、港のウォーターフロントのところにね、いっぱいいい場所があります。ちょうどね、アスカ2ですね、この後ろにこう流れているのは豪華客船のアスカ2が出港するタイミングです。本当出港して10秒とか後ぐらいですね、これね、ボーって汽笛が鳴り終わるか終わらないかぐらいのところじゃ時じゃないですかね。そういうの時に撮影をしている感じですね。ニューヨークがあって5番街ですね、5番街ニューヨークもね、非常に今、まあ、コロナでどうなんでしょうね、こんなにオフィスはついてないでしょうね。これは2019年か、去年が20年だから19年ね、19年の12月だから、コロナになる直前の冬ですね、12月に撮影してます。もうギリギリでしたね、ギリギリ。モンサンミシェルですね、モンサンミシェル。ここまでが、都会ですね、都会。あ、上にもあったね。これはね、高知県で見た、月の明かりですね、月の明かり。見えるかな、これ。よいしょ。こんな感じで月の明かりが、ありますね。これはね、タイ、アユタヤ、アユタヤ遺跡ですね。世界遺産ですよ、これもね。アユタヤ王朝の時代の、遺跡です、ね。はい、これは、埼玉古墳ですね、埼玉県の埼玉古墳群の中の、古墳のてっぺんにある桜ですね、桜、満開の桜。星空を背景に撮影してます。星空巻谷を背景にしてぐるぐる巻きになってますよね。でこれは地球の中の宇宙のイメージで、こっちが最初の一番最初に入ってくる部屋ですね。そのまま突き当たって左側に入ってくると、だんだんと、これはね、さっきもアユタヤ遺跡ありましたけども、これもアユタヤですね、タイのアユタヤ遺跡。非常に神秘的な、ちょうどですね、月が昇ってきてね、いい感じにこう月が昇ってきてます、ここから、ね、この日後から知ったんですけど、この撮影したこの日ってね、スーパームーンの日だったらしいんですね。非常に大きな月が昇ってきたなとは思ってたんですけども、スーパームーンでした。こっちはね、自然が多いですね、自然が多い。はい、茨城大洗ですね、大洗神磯の鳥居っていうね、非常に有名な場所、撮影スポットではあるんですけども、夜になるとね、こんな風に神秘的に天の川が輝いてますね。もしね、天の川撮りたいなと思って夜行く人、ここ気をつけてくださいね。海岸ですから、当然波が高いと波をかぶってね、さらわれてしまう可能性がありますので、決して
海の方には行かないでください。岩場の方に行かないでください。夜は特に、毎年何人かここで波にさらわれて亡くなってるそうなので、絶対にね危険なことはしないようにしてくださいね。僕もこれは遊歩道の方から撮影してます。浄土ヶ浜ですね、宮古浄土ヶ浜ね。今年は震災からちょうど10年経ちました。まあメディアではね区切りの10年なんて言い方をしてるんですけど、僕はねその区切りってどうなのと思って聞いてたんですけども、何もねこの被災した方にとっては区切りも何もないと僕は思うんですよね。でこの浄土ヶ浜、実はこの岩場あるんですけども、この浄土ヶ浜の岩場のこの辺までね津波で埋もれました。上ちょこっとだけ津波で、全部は被らなかったみたいなんですけど、この辺までは津波で被ったらしいです。すごいですね、本当にね、自然の力って恐ろしいです。それも星を背景に撮影します。星がね見えます。はい、でこれね、まだね復興、これ復興っていうちょっとタイトルつけてるんですけども、向こうに見えているこれは太陽じゃないんですよ。太陽じゃなくて月なんですね。まだまだ復興には程遠い。復興っていうイメージって、太陽が昇ってきて明るくなるっていうイメージがあるんですけども、そうじゃなくって月、まあ太陽ほどはいかないけれども少し光が見えてきたかなっていうぐらいの程度、そんなイメージです。まだまだ月ぐらいの明るさしかないですよっていうようなイメージですね。宮城の蔵王ですね、蔵王、まあ、これもですね、蔵王の山頂てっぺんに神社があって鳥居があります。天の川が背景になってますけれども、ここから上がってきているのはこれも月ですね、月の出です。天の川が見えるような暗いところだと太陽は全く見えないので、太陽は取れないので、これは月なんですね。で下に雲海があります。雲海、白いのは雲海ですね。はい、ここはね青森下北半島の仏ヶ浦ですね。仏ヶ浦、これはまあ日が沈んでから薄暗くなってきて真っ暗になる直前ぐらいの時間帯なんですけど、まあこれね岩ってこれ岩、海の中にいるみたいなんですけども岩場にいます。岩場にいてこの山があるでしょ。これ下北半島なんの、しかももう本当北の方なんですよ仏ヶ浦って。でこの下北半島ってね実は熊ですね、熊が非常に多くいるところで、僕この時もね非常にクマが怖くって、っていうのは仏ヶ浦って普通はね観光船で海から行くものなんですね。すぐ僕がいるこの反対側、後ろ側に桟橋、ちっちゃい桟橋があって、そこに観光船が来るんですけど、当然夜は行かないです。どうやって行くかって言ったら、まあこの山の上の方に、山の、ね、山登っていってずっと奥の方にね駐車場があって、そこのところの駐車場の車を止めて山道をこうぐーっと降りてきてここに来るんですね。その道中がね熊が出ないかと思って非常に怖かった思いがありますね。2日間行って2回とも夜行ったわけなんですけども、2回ともその夜帰ってくるとき、行くときはね明るいからまだいいんですけど、帰ってくるとき真っ暗だから、ヘッドライトで明かりを照らしながらラジオとかかけて音を鳴らしながら歩いたんですね。ちょっと怖かった思いがありますね。これはね東京湾ですね。東京は海ほたるから撮った夜景ですね。海ほたるっていうね、東京湾アクアラインのパーキングエリア、そこから見ると東京側っていうのはこんなに大パノラマ見れるんですね。レンズですると24ミリぐらいなので、すごい超広角っていう広角ではないんですけども、こんなに開けてます。これすごいですね。海ほたる行ったことない人、写真撮ったことない人はここ行って写真撮ってみるといいですよ。面白いですよね。車で行って駐車場止めてすぐですからね、パーキングエリアなのでね。ここはね四国ですね、四国カルストですね。四国カルストっていうのは愛媛と高知のちょうど県境あたりにあるカルスト大地なんですね。ここもあんまり夜行く人いないんですけども、放牧して夏場なんかあれ放牧されてるので牛なんかがいるんですけども、夜は当然何もいないです、誰も来ないです。ここはクマがいるわけじゃないので夜も安全なんですけどもね、星が見えていて、この動画で見えるかな、星がね少し見えてますよね。薄雲がかかっていて、カルスト大地っていうのはやっぱり面白いですよね。岩場があるところはねゴツゴツと岩があって、絵になりますね。はい、これは北海道ですね。北海道大津の、大津海岸、これジュエリーアイス、ジュエリーアイスってね非常に朝撮って、朝日、こっち向こう側がね東側なので向こうから太陽を昇ってくるんですね。太陽を逆光にして透けたキラキラキラっと光ったようなジュエリーアイス、アイスを撮るのが定番なんですけど、この写真は、ね、実はね夕方なんですね。でしかも曇っていて太陽全く見えない頃の、写真です。であんまり氷がなかった時だった日だったんですけども、コロッとね小さい本当手のひらサイズぐらいの氷があって、それがコロコロコロッと転がりながらピタッと止まってね、止まった瞬間に波がさーっと行く間に写真を撮ってます。
なのでこれ録音何秒だったかな、4秒だったか8秒だったかぐらいなんですけども、その間に波がさーっと来て氷をさらっていったので、シャッターが閉じる瞬間の時にはもう氷がなかったんですね。なので氷ってもともと半透明な透明なものなんですけど、写真自体もちょっとね透明になって透き通ってるような感じに写ってます。非常に儚い存在のような写真になってますね。そういう時間をね感じさせる写真っていうのは僕最近よく撮ってるんですけども、まあ、これは横浜の赤レンガ倉庫のクリスマス時期ですね。僕が写真を撮ってこの地面にカメラを置いてですね、上に向けて超スーパーローアングルで写真を撮ってたら、前をねお兄ちゃん2人組が歩いてったわけなんです。歩いてったので、ちょっとどうしようかなと思ったんだけど、歩いていく瞬間にシャッターを押して足だけを残してるっていう写真ですね。反対側を見るとバラナシヒンドゥー教徒ですね。ヒンドゥー教徒が夜お祈りをしているシーン。同じバラナシで、これはですねプージャっていう祈りの儀式ですね。儀式中ものすごい人が集まって見てるわけなんですよ。こういうねところなかなかモニターの画面ではねこういうのって拡大したりすることないと思うので、じっくり今これ拡大してアップにして近寄っておきますので、じっくり見てほしいんですけど、光のね何か、作り物を持ってこれを振りながら踊りながらお祈りの儀式をしてるんですね。当然楽器をやる人もいたりね、周りの人がすごいですよね。もうインド中から来る場所なので、バラナシっていうのはものすごい人がここに集まってきます。私みたいな観光客っていうのは、外国人の観光客は船に乗ってね、小舟に乗って川側から見てます。これ川沿いなんですね、川沿いそこから見てますね。台湾ですね、台湾。九份っていうところで、ジブリの映画の、千と千尋の物語だったかな？それの舞台になったっていうふうに言われている場所だそうです。これね、非常に絵になる場所ですね。これタイ。タイの、アムパワーですね。アムパワーっていうところの水上マーケットですね。水上集落があったり、これ船でね、なんか焼いてたり、エビとかイカとか魚とか焼いてたり、他のものを焼いてたりします。ご飯なんかも売ってたりします。そういうの売りに来たりとかねしてるところですね。ベネチアですね。ベネチアのサンマルコ広場。ねえ、ベネチアもいいですね。ベネチアも行きたいな。ねえ、早く綺麗になるといいですね。これはイタリア、ベネチアから近いブラーノ島っていうね、すごいカラフルで綺麗な街ですね。はい、これジェスキークルムロフですね。これもいいところですね。もう街全体が世界遺産になっているところですね、ジェスキークルムロフ。はい、これはプラハですね。チェコプラハですね。チェコのプラハ、路面電車ですね。これハンガリーブダペストですね。ブダペスト。でこういうふうに、人の生活、自然から、自然と人の生活の調和、そこには何があるかって言ったら命があるわけなんですね。命、ここにある夕景の写真っていうのは、これパラオですね。パラオの夕日、夕焼けですね。でこの下に、まあ、小さいパソコンを置いて、パソコンで動画を流してます。まあ、これ僕の YouTube を今ここで流してるわけなんですけども、YouTube で命の輝き、アースグロー命の輝きっていうのね、そういうのを、それを一回ここで流してます。はい、これね、もし気になれば YouTube の方でも見てみてください。第6章。命の輝きですね。アースグローシリーズは1章から6章まであって、他の章もありますので、もしよければ見てみてください。上映はですね、まあ、ここが小さいパソコンなので、パソコンの小さいので画面で見ていただくしかないんですけども、もう1箇所実はあって、大きいスクリーンで上映しているところもあります。これ今からね紹介します。入り口からこちら側を向くと、もう一個部屋があるっていうふうにね、さっき言いましたよね。最初にこの真ん中と左側の部屋を紹介しました。最後に見てほしいのがこちら側の部屋ですね。入ってみましょう。はい。まあ、まずね、クリスマスのニューヨーク5番街、きらびやかな世界が入ってきます。で、ここでね、まあ、ワープをしてもらいましょう。時間のワープですね。時間のワープ、ヒューってね、この方に行く。そうすると、もくもくと怪しい雲が流れてきて、だんだんと人類のですね、実は良い、いいところと悪いところとを見直してもらおうっていう部屋になってるわけなんですね。ここはですね、ここはですね、昨年ですね、2020年の7月に銀座ルミックス銀座東京で開催した写真展、その写真展の写真がベースになっております。人類への継承っていうテーマを持った部屋になりますね。
実は今コロナでね、非常に皆さん不便な思いをしていると思うんですけれども、この写真はですね、コロナに非常に関係がある後からですよ。撮った時にはコロナのことなんてまだ存在すら知らなかったことですから、全く考えてなかったんですけど、後から考えると非常にすごく意味深になってくる。その向こうにクルーズ船がいるわけですよ。クルーズ船ね、皆さん覚えてますかね。あのコロナが流行り始めた頃にダイヤモンドプリンセス号がコロナの患者を乗せてたということで、すごく大騒ぎになりましたよね。でクルーズ船イコール病原菌を運んでくる船みたいな、非常にもう嘆かしいニュースがたくさんあってですね、ちょうど僕も昨年2020年の1月頃からクルーズ船に乗っていたので、1ヶ月ぐらい非常にね苦しい思いをしました。でこの写真はですね、このイタリア船籍のコスタビクトリアっていうすごい大型客船なんですけども、その手前にシルエットで見えるのがこれゴンドラなんですね。ゴンドラの向こうにある豪華客船、新旧ですね、いわゆる新しい豪華客船、古いゴンドラっていう意味合いので写真を撮ってるわけなんですけど、これよくよく今を考えると、このコロナを運んできた豪華客船、あとベネチアのゴンドラっていうのは、昔ベネチアっていうのはペストとかコレラとか、やっぱり病原菌 病気がすごく流行りやすかった土地だったんですね。やっぱり湿気も多いし、そういったあの病気の多い町だったので、ペストとかで亡くなった方を運んでいたのがこのゴンドラだったらしいんですよね。ということはですね、両方ともその病気だったり死者だったり、そういったものを運ぶ役割を担ってしまった、不幸なことにっていうね、そういうような非常に意味深い写真になってしまった作品です。まあ、僕はそれを意図して撮ったわけではないんですけども、そういう意味になってしまったっていうね、なんともやりきれないというか、悲しいというか、まあでもこういうことを訴えていかなきゃならないんだろうなという、そういう作品ですね。ね、いろいろとこうあります。まあ、ちょっと順不動でね、いろいろいきますね。こちらを見るとですね、ドーンとこの4枚並んでます。これルミックス東京銀座ではやっぱりこういうふうに同じように4枚並べました。ここは、このコーナーは何かって言ったら、破壊と汚染です。破壊と汚染。人類はですね、文明が発達してきて、どん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 と人類の便利なように地球を改造していってしまったんですね。地球の中の資源を取り、資源は無限にあるものと勘違いをして破壊をし、人間の住みやすいように、心地いいように変えていきました。その結果ですね、どん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 と空気が汚染されて、環境が悪くなってきてですね、でもそんなことを見向きもする人が少ないわけなんですよ。でそのことにね、もう一回ちょっと気づいてみようよと。で気づかなければね、ちょっとまた冷たい、こんなね、人類どころか生命が住めないような機械だけの都市になってしまうんじゃないのかな、という、そういう懸念があるわけなんです。ね、人類はこの破壊とか破滅っていうね、そういう罪を犯してもいるわけなんですけども、まだ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 実は人類はたくさんの罪を犯していて、でここのところのこの2枚っていうのが今回拾い上げている人類の大きな大罪2つっていうものをやってます。このこちら側の靴の写真ですね、靴の写真、これハンガリーブダペストですね。ドナウ川でね、あの皆さん聞いたことありますかね。ドナウ川沿いにこのハンガリーのブダとペスト、まあ、今はブダペストっていう風な町になってますけれども、ブダ地区っていうのとペスト地区っていうのがあって、このブダペストっていうのはドナウの真珠って言われているぐらい、この周辺は美しい建物がいっぱいあって非常に綺麗なんですね。まあ、年間の観光客も非常に多いです。この辺全体的に世界遺産になってますし、非常に綺麗なところです。ですがこの靴、何だと思いますか。この靴、靴のここはモニュメントがあるんですね。これは履ける靴ではなくて鉄で作られた像ですね。まあ銅像って言えばいいのかな、像、モニュメントですね。モニュメントにリボンがかかってる。これは昔ですね、この地でここでまさにここであったホロコーストの象徴なんです。ホロコースト、わかりますか。ナチス、第二次世界大戦中にナチスドイツがですね、ユダヤ人を大虐殺をするっていう事件がありましたよね。事件って言っていいのかどうかな、そういうような大虐殺があって、世界中でもう何百万人っていうユダヤ人が殺されたわけです。ひどいですよね。もう今思っても本当非常に悲しい歴史だと思います。日本人の感覚で
感覚っていうか、日本人の教科書にはホロコーストっていうのはそういう出来事があったとしか書かれていなくって、あんまり詳しいところまで本当に突っ込んだヨーロッパ人が習うようなホロコーストっていうのはあんまりね、知ってる人は少ないんじゃないのかなと思います。僕もそんなこと言ってる、僕もそんなに詳しいこと知ってるわけじゃないんですけど、実はこのブダペスト、この場所っていうのはユダヤ人が5000人ぐらいだったかな、殺されてるんですね。で、5000人殺されてるんですけど、この殺した側っていうのは実はナチスドイツではないんです。ナチスに傾倒したナチス側に寄り添っている同じハンガリー人なんです。ハンガリー人っていうことは、ハンガリー人がハンガリー人をここで虐殺したということなんですよ。考えられますか皆さん、日本人が日本人を虐殺するってことありえますか？ありえないですよね。第二次世界大戦中にナチスドイツに傾倒している、浸水しているナチス側のハンガリー人がユダヤ系のハンガリー人を殺してしまった。で、その殺される時、銃殺です。銃殺される時に靴を脱げと言われて、なぜかというと靴って貴重品だったんですよね、昔ね。高いんですよ、高いんです。だから靴を脱がされて自分たちのものにしたり、もしくは銃殺した人が売ったりしたのかな、わかんないんですけど、貴重品だからね。なのでその靴だけ置いていかされて、銃殺されて体は川に捨てられたっていう、そういう悲しいことがあった場所、その場所なんです。ここまさに こんな美しい場所でね、これはすごい罪ですよね。人の罪、大きな罪。その鎮魂の意味を込めてこのね写真を撮ったわけなんですけど、その時に撮った写真、この奥に見えるこの街灯のね光が、その亡くなった方のね魂のようにも見える、そんな写真に、なりました。非常に悲しい歴史を、みんなに知ってもらうための重要な写真だと思います。大きな罪ね、人の大きな罪で、左側にあるのも、これもね、この写真一見はすごいなんか美しいいい写真だなと思う人もいるかもしれないんですけども、これも大きな罪です。これもすごい罪のある写真なんですね。ここはどこかって言ったらニューヨークです。ニューヨークのグラウンドゼロ。グラウンドゼロってね、久しぶりに思い出しましたか。 9.11 ですよ、ね、テロです。あの有名なニューヨークのツインタワーに飛行機が突っ込んで何千人も死にましたよね。無差別テロです。ドイツ人のネオナチによるユダヤ系を殺すのも、まあ無差別って言ってもいいですよね。まあ、ユダヤ系の人を無差別に殺したわけです。子供まで殺してるんですよ。この靴の中に、女の人のこの靴ですけど、男の人の靴もあったり、ちっちゃいね、10センチぐらいの、このちっちゃい10センチぐらいの靴もあるわけなんです。子供も殺されてるよっていう意味なんですね。同じですよね、テロもね。全然、構わないんですよ。誰だかね、誰を殺しても構わない、要は殺せばいい、そういうような意味合いで殺されて亡くなった方。そのグラウンドゼロにはモニュメントがあり、大きなモニュメントがあって、これね、水がこう流れてるんですね。バーッと水が流れていて、そこに光が下からね、わーっと当たっていて、滝のようになっていて美しい場所になってます。で、その水がさーっとこの真ん中のこの空洞のところに流れ込み落ちるような、そういう風な場所なんですね。で、その周辺、結構大きい周辺、これビルの大きさだと思います。当時にあったビルの大きさで、ここにモニュメントがあって、名前が刻まれていて、名前の下から光がふわっと浮き上がるような仕組みになっています。名前で、ここにバラがありますね、一輪ね、バラの花、この 9.11 で亡くなった方の名前が刻まれています、ここに。で、その亡くなった方の誕生日になると、まあ、遺族の方だったり友人の方だったりが一輪このバラを添えに来るっていうね、そういうしきたりが今あるみたいなんですね。その写真です。なので僕がこれを撮った時には、このゲイリーさん、ゲイリーポールさんね、ゲイリーポールさんいう方が誕生日だった、そういう日だったんでしょうね。一輪バラが添えられてました。この周辺にまだいくつかね、バラの刺してるところがありましたね。同じ誕生日だったんでしょうね。ひどいですよね。本当に何千人もが一気に殺されてしまった、そういう大きな罪、これを見直せと、人類を。何をやってんだと、こんな小さい地球上で、奇跡的な地球上、奇跡的な場所で生まれた奇跡の星なんです、地球っていうのはね。はいね、こんな地球上で、何をやってるんだとね。そんなテロだったり虐殺だったり、自分のなんていうの、権利、欲、そういったものを満たすために人を殺して、そんなことを、ちっちゃい、こんなちっちゃいね、宇宙から見たら本当塵もないぐらいなちっちゃい地球なんですよ。みんなね、人間は地球が大きいと思ってると思うんですけど、地球ってね、非常にちっちゃいんですよ、宇宙から見たら。そんなちっちゃい中にある、またちっちゃい人間なんですよね。
その人間同士でせめぎ合って殺し合って、本当奇跡と奇跡が重なってできた、本当奇跡の存在である地球っていうものを今ね、壊そうとしてるんですよね、人間が。地球って何十億年もかけてできてるわけなんですよ。それがたった数百年の人類の文明のせいでなくなる可能性がある。壊れてしまう可能性が今高いと。何をやってるんだというような意味合いのお部屋なんですよ、ここはね。なので、今、僕は、ここにね、今上映してます。この上映しているものは、今ここにね、今ご覧いただいた写真を中に入れてますけれども、それ以外の写真も入ってます。タイトルが、ハビタブルゾーンなんですね。この写真展のタイトル、ハビタブルゾーンです。副タイトルで、生命居住可能領域。いいですか、生命居住可能領域なんですね。生命居住可能領域に住んでいる皆さんは、ぜひともこの生命居住可能領域にいるっていうことを意識してほしいんですよね。なんで自分たちはこれ存在しているのか、誰のおかげなのか、何のおかげなのか、すべては宇宙のおかげなんですよ。宇宙のおかげ。なんか、ね、宇宙のおかげとかって言うとすごくなんか宗教人みたいな感じに聞こえるかもしれないんですけど、これ本当にそうなんですよね。宇宙があったから地球が存在できる、わずかなハビタブルゾーンっていうわずかなエリアに地球が、まず塵の状態から生まれて、地球岩石が集まって地球になって、水が誕生して水の中に生命が生まれていく。本当奇跡に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 奇跡が重なって人類が、誕生していると、いうところなんですよ、ね、そういう奇跡のもとに生まれて大きくなってきた人類は、大切にしていかなければならないんです、地球というものをね。それをもう一回見つめ直してほしいなというのが今回の写真展のコンセプトになるんですね。なので昨年の7月にやったこのお部屋っていうのは人類の継承なんですけれども、さっきね、説明しました自然とか都市っていうのは美しい地球っていうのと、あとは自然っていうのといろいろあります。いいところもいっぱいあるわけなんですよね。全部が破壊と汚染ばかりじゃなくて、地球にはまだまだいいところたくさんあって、それをちゃんと保存していかなければならない、またね、昔の地球に戻していかなければならないわけなんですよね。そういった写真を今回集めてみましたので、ぜひこの美しい地球と都市と、ちょっと人間のあまりよろしくないところを全部堪能していただいて、で、まあ、もし来られなければ残念だけれども、この動画でね、楽しんでいただければなと思います。もしお越しいただければ、こちらの上映も、まあ、ご覧いただければなと思います。今音消してますけど、音これ結構あるんですね、大きい音で編集しましたんで見ていっていただければなと思います。はい、じゃあね、今回の、アースプラザの、紹介でした。藤村大輔写真展、緊急事態宣言で中止になったけれども、6日間だけ限定で開催させていただくことができましたね。おかげさまでアースプラザの皆さんに感謝です。そういった本当に短い期間になってしまったんですけれども、その期間で皆さんにお伝えしたいこといっぱいあるので、ぜひお越しいただければなと思います。お越しいただけなければ、この動画でなんとか僕の言いたいことを、少しでもいいから分かってもらえればなと思います。はい、じゃあどうもね、ちょっとね、長い時間になってしまったんですけれども、ご視聴ありがとうございました。僕のね、YouTube、実はこういったアースグローのシリーズだったりとか、世界のね、夜景の綺麗なところとか、他に写真の撮り方とかね、もう少しだけ上げてあったりしますので、YouTube なんかもご覧いただければなと思います。はい。じゃあね、長い間、ご視聴ありがとうございました。さよなら。はい、皆さんね、アースプラザに来ると、こんな妖精がいらっしゃるんですね。パン君だそうです。ね、パン君、こんにちは。ね、妖精がいますので、皆さんアースプラザにね、ぜひぜひぜひ来て、パン君と一緒にね、遊んでください。じゃあねー。